ドライバーがめっちゃこっちに飛んでいく。左、ね、運動パターンっていうのが人間はあるから、脳科の命令で運動パターンでさ、球ちゃんと打つぞと思った時は多分こういう運動パターンなんですよ、まだその運動パターンがさーってやった時にこうなってくると運動パターンが真逆の運動になる必要性があるから、ちょっとその辺を、はい、ちょっとインステップ、そう、今上だけじゃないですか、そう、はい、右足、左足、右足、左足、はい、ちょっとこう来た時にこう、そう、昔の選手ってこういう選手でしょ、こっちが上がる、そう、足上がるし、そう、そう、こういう選手でしょ、ここで踏み込んでこう来るし、で、ちょっと今日練習でちょっとそう、実際やる必要ないんだけど、足かかと上げて、曲げて、こうやってくると、本当にこっち側に踏む感じ。こっち側。そうそう、そうすると、こういう踏み込みの力。なる。そう、こうなる。そう、こういう方向なる。これがスタートでしょ。スタートですし。そしたら足の、これ足の裏ね。そしたら、こっから、はい、バックスイングしたら、まずここに入ってきて、で、トップからかかとに来て、かかとに来て、こっからここに、かかとからこう来て、で、ここに来る。そう、そうそう、後ろにかかと全部かかる。そう、だから一回これがすごい大事な、ここの動き、直線で言う。こっちからの、こっちになっちゃうんですよ。そう、だからこれが、経由しないですよ。そう、経由しないでしょ。このまんま、そう、こういう状態なの。これ鏡に。左のシットダウンで、ここに座る。そう、これが昔のベンホーバーのトップっていう。結構これ真逆の、今日はちょっと運動パターン変えてるんで、大げさに真逆の。トップ行ったら、ここにこのまま、そう、これ右めっちゃ向いてるし。右めっちゃ向いてる。これが平行も何秒か入ってくる。そう、入ってくる。はい、戻る。レズプレー。手荒れとちょっとでかくて。そう、まあ、その足の大きさと。完全にこっちに力出してます。こっちに出すイメージは全く分かるでしょ。こっちでしょ。そう。これがドローしか出ない人。右にしか出せない人はこうやって動いてる。大げさに言うとこの運動の逆をこうしたのはちょっとまた運動として持ってる。そういう。これすごい大げさな動きだから、こんなコマにイメージしなくてよいいんだけど、じゃあ僕の方向にコーチは自分前も初めからだけど自分の右腰を隠して、僕に自分の右腰をなるべく見せない、見せない、そう、隠してるでしょ、隠してる、そっから、はい、最後に気にしてバンにする、で僕は初めて右腰が見えないでしょ、だからターゲットに対してコーチがやるべきことは自分の右腰を隠して隠して一気に見せる、隠して隠して一気に見せる、そう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 、はい、隠して見せる、そう、でも左行ってる時はトップからいきなり右腰見せる、これでしょ、この運動パターンを消したいわけでしょ、消したいとか変えていく、ちょっと隠して OK、 そういうこと、そういうことですね、だから足がなかなか伸びないんですね、そう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 、だから多分足は多分結構ここから一気にそう、そうすると一塊で動いてるから、だからやっぱね、すごい、すげえかっこいい動きっていうのは、そこが必須だから、そう、必須、そこから伸びていく、そう、だからこれ、高いです、そう、そう、そういうこと、なるべく、こっちに乗るのはすごい怖いんですよ。怖い、スウェーしてるような感じがして、うんうん、結構ね、ちょっとアドレスで前とかあったら、ここの内ももの、ここにちょっとこういう内線があって、普通にしてて、そこからバックスにして、動いていただいて、ここがちょっとこういう、踏ん張ってると、見て、姿勢になりやすくなって、でもこっちに抜けるじゃん、ちょっと右向いてるからいいように感じるけど、抜けてるから、そのまままた戻ろうすね。だから結構ここの緩みとここが、はいよって言うから、はいよってこう向くでしょ。だから力出そうする、はいよって戻そうする。でもこれがちゃんと野球のピッチャーだと、こういうふうに粘れてたら、こう入りやすい。そう。そう。だからここがね、人によっちゃここを膝がして一番動かすなとかいう人もいるぐらいだから、ここでバックスピッチ。結構使うでしょ。でも
めっちゃ近い。そうそうそう。そうするとでも見ててかっこいいでしょ。でもこっち行きたくてしょうがないじゃん。こっちしかなんないでしょ。そう。この動き。また上は普通に連続で取れたら入ったら。そう、こういうこと。結構ほら、こっち向いてもまま叩いてる。ここが多分ちょっと緩みすぎる。もう直すかもしれない。右足に自分の体の上で揺られてる感じ。そう。ほら。かっこいい、かっこいい。人が伸びなくなった。でしょ？そう、違う運動になるでしょ。こう、一緒に行かない。だから今までが全部やっぱり外側固定してるから中心を動かさなきゃ動かさないかって言ってたのがこういう感じになってスピード出してるからこうやってスピード出せるとこうなるじゃないですか。タイガーウッズだってなるよ、こうやって固定されたと。でも今までいくとこっちが動くようになってきたからこっちは、ね、ピッチャーとか一緒、こういう野球のピッチャーとかテニスでも卓球でもそうだよ、多分そう、こうやってやんないでしょ。なんか素人こうやってやらない。そう、そうなるじゃん。で物を投げるピッチャーでもこうやって見て右足はこう、うん、こうやったら全然力が戻れない。そうそうそう、こうで野球でこうなんか投げるでもこうやったら戻すのにこうなるでしょ。と一緒。そう、軸足だから、そう、右足は軸足だから、この軸足に自分の骨盤を委ねていく。これがこう入った感じ。でもこういうトレーニングしてるしてるでしょ。なんかこうやってこうやっちゃう。そう、あとこうやってこうやってやったりするでしょ。それとかはここに入って、でこの時に多分こうやったらはいダメって、それと一緒。極論を言うとこうやって打っとけば腕の使い方が良かったら球は曲がんないわけよ。こうやってこれ土台ずれてないから、なんかよくレッスンでもあるでしょ。あ、見たことある。そう、これで今多分できるけどこうやっといてこれが動かなくなってるわけ。でもこれが今のがいくら手の動きが良くてもはいここを変えちゃったらレフトラずれちゃうし、そう。そうそう。でもバックスイングで粘っとけばあとあんまり考えなくていいから。そうなんですよ。試合になると緊張するから、そういつもグーって入るからちょっと良くなるのかもしれない。そうかも、ね、でも普段のラウンドは緊張しないから、そうそうそう、あのスイーンみたいな感じで部屋で叩くだけ。うわ、めっちゃでしょ。あ、違う、こう倒れてるじゃん。こう倒れてる。いつもはこう倒れないで前で、ここに絶対変えてもらわないでしょ。そう、かっこいい、めっちゃかっこいい。そう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 、韓国の選手の足みたいな。そうそうそう、せっかくこうやって今のはせっかくこうやって言ってるのにここからもう止めてるから全部止めてるわけ。こっちに来たってしょうがないんだよね、足が。そう、こういうのはちょっと一瞬どんどん下がって、そう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 、これがってこと。そう、ね、今ヘッドパッて行ったでしょ。そう、自分で普段行ってんの。自分でボールじゃんはなぞりボールだったから自分で作ってるボールを作らないやつ。これヘッドが行くでしょ。だから自分はこう来たのみたいに、自分はここにいるのにヘッド様がこうって言ってくれるわけ。そう、この感覚がすごい必要。そうすると、さらにここで力ゼロ、ゼロゼロゼロ、ここだけで力。そう、そう、アダクトと一緒でゼロ、インパクトだけ100。そういうこと、そうそうそう。抜いといて、抜いといて、そうそうそう。抜いといて、抜いといて、こう、そう。あとリズムいいでしょ。そう、抜いといて、抜いといて、ほら。今までできた中でナンバーワン使い方が、そう、抜いといてパンと抜いといて、そう、抜いといて、そう、ボクサーとこうやってなんかこうやってでしょ。そう、そういうこと、そういうこと、ケッて、そう、卓球のスマッシュの時でしょ。こう下手な人はできるでしょ。なんか抜いといてパンと。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。